に見せ場がなかったのでネクストステージへ。ああ、おめえふざけんじゃねえぞ。あれマリサは？自分探しの旅に出るってよ。ただいまなんだぜ。自分見つけるの早いな。ほら行くよヨウムちゃん。ちょっと霊夢スカート引っ張らないでよ。エフラが完全にホテルに連れ込むおっさんなんだよな。よいしょっと。着いたぞー。わーい、あるプンスン1万弱。子供か。おいマリサそのスイッチ押せよー。押せよー。押したらお前ら先に行くだろうがー。さて今回からこちらのヒューマンフォールフラットを実況していきましょう。まああたよくわかんねえゲームやらされるんか。霊夢これはどういうゲームなの？簡単に言っちゃゴールを目指して進んでいくだけのゲームだよ。なぜかバニーマンの匂いがするのは気のせいか。まあ実際にやってみればわかるよ。それじゃあ行ってみよう。そうそう、このゲームオリジナルスキンが作れるから二人も作ってみて。お、そんなことができるのか。それじゃ私はわかりやすいよう自分を作ってみるぜ。それじゃ私も。オッケー、終わったらロビーに集合しよう。了解。さあやってきましょう。あバカ野郎が。二人とも大丈夫？なんとか生きてるよ。霊夢お前も大丈夫か？マジ誰だこのゴリゴリ女装マッチョ。だあれが女装マッチョだ、ふざけんじゃねえぞ。おめえ鏡見たことねえのか。うわあ、ヨウム助けてくれ、化け物が私を地獄に引きずり込もうとしてやがる。こらマリサを離せこの悪魔。だからあたい霊夢言うとるだろうが、お前が霊夢だという証拠はあんのかよ。確かにちょっとスキン作りふざけちゃったけど、強いて言えば顔に金って書いてるぐらいかな。こいつ霊夢だ、引き上げんぞ。霊夢そんなところで何してんの？私の判断基準おかしいだろって。結局助けないんかーい。何この体めっちゃ動かしづらいんだけど。そや骨がねえからなこの体。何それ気色悪。でもヨウムこの体すっごい軽いよね。何それ羨ましい。あー、気を取られたー。あれいつまで急降下してんだこれ。そうこれさっき気づく。そうこれさっき気づいなんか死んでんだけど。そうこれさっき気づいたんだけど。はよいえや。ここは死ぬことが許されない世界みたいなんだ。何その残酷な世界。とりあえず私たちどうするよ。いつまでここに滞在するわけにはいかないしね。そうね、操作覚えながら先に進んでみようか。てかおめえなんだその顔。やだヨウムちゃん超すっぴん。少なくともレイムよりは可愛いと思う。はーい、地獄へご招待。おいやめろ、私関係ねえだろ。ダメだこの化け物、力強すぎる。あなんか下に落ちてるよ。うわなんか急にスクリーンが出てきた。どうやらチュートリアルっぽいね。とりあえずこの先このリモコンが落ちてるから拾うとチュートリアルが始まるってことか。なんだこのゲームすごい親切設計なんだね。バニーマンも見習ってほしいよ。おい寂しいじゃねえか、私も混ぜろよ。やめろ肩に乗ってくんなや。何その動き。もうそうと分かればいざ出発だ。ほら行くよヨウムちゃん。ちょっと霊夢スカート引っ張らないでよ。エズラが完全にホテルに連れ込むおっさんなんだよな。お、まだ続くみたいだぜ。でもどこへ行けばいいんだ。マリサ横に扉っぽいのがあるじゃん。いや私はあえてこの扉を使わねえ。私は近道して人生のゴールを目指すぜ。よっしゃヨウム、私たちも続くぞ。え、何考えてんの？届けー。いやー、あくねー。待てこれ私ら積んでねえか。大丈夫、こういう時こそ落ち着いて。おパンツおパンツ。どこ見てんだ先輩。あらー、また神秘的なところに出たねこれ。ステージが魅力的なんだね。あ、どっこいしょっと。え、マリサそこどうやって登ったの？簡単だぞ、両手で掴んだ後視線を下にずらせばこういう段差も登れるぞ。全然登れないんだけど。おめえのその筋肉は何のためについてんだよ。筋肉の無駄遣い。税金の無駄遣いみてえに言うなよ。特に見せ場がなかったのでネクストステージへ。あー、おめえふざけんじゃねえぞ。あれマリサは？自分探しの旅に出るってよ。ただいまなんだぜ。自分見つけるの早いな。ここは脱線事故を表したステージなのかな。とてもじゃないけど行けそうにないね。おっとこっちから隠し部屋の匂いが。どんな嗅覚してんだおめえは。そもそも花どこだよ。お、扉があるけど荷台が邪魔で進めないわ。これもしかして荷台動かせるんじゃない？ヨウムの言った通り手前に引っ張れば荷台も動くっぽいぞ。平行いう仕組みもあるんだね。心を込めてー。そーれそーれ、親のユバーバなんとかしろよ。働けおばば。よしこれで入れるだろ。いやー地味に動かすの大変だったよ。おかわり入りまーす。なんて日だ。まあそう簡単にクリアできねえよな。さっさと荷台動かしちまおう。ヨウムそれ私の頭や。おい話を聞けばかやろ。いでで取れる取れる、頭が取れる。風に台動かしてばかりでさすがに腕が悲鳴上げてるよ。お、ちょうどいいところにベンチがあるぜ。ちょうどよかった、少し休もうよ。そうだ、せっかくなら見渡しのいいところまで持っていこうよ。お、それいいじゃん。それじゃ私ごと頼むぜ。あー動かねー。誰だよベンチの上に大仏乗せたやつ。嫌がらせってレベルじゃねえぞ。ベンチの気持ち考えたことねえのか。返して、私たちのベンチを返して。大仏はおとなしく鎌倉へ帰れ。やったね、観光名所が増えるよ。おめえらそろそろぶっ飛ばすぞ。公園でこいつら見かけたら間違いなくなくね。ちげえねえ。なんだかんだで脱線したところまでやってこれたわよ。こそここまで来るのにかなり体力消費したじゃねえか。ふざけなければ楽についてたでしょうが。ここもうまく荷台を動かして道を作るみたいだね。レイムそれどうやって荷台を動かしてんだよ。なーにコツさえつかめば簡単だよ。あやっぺ落ちちゃった。何やってんのよもう。ほらレイム捕まって。すまんね助かるよ。あらー死ねー。ダメだ全然届かねえ。ヨウム今すぐ足長くしてこい。私の人生をなんだと思ってんだ。あまずい私も落ちる。一瞬で肩こりが治った。どういう意味じゃごら。お前らがふざけてる間についちまったぞ。ほら上に上げるから私に捕まりな。はーい。はーい。二人同時無理なことぐらいわからねえのか。その後無事乗り越えまして。ようやく新ステージへ突入しました。いっさーい。霊夢その木箱は何？ただの置物じゃなさそうだけどなんだろう。少なくとも金目のものは入ってないわ。なんでそんなんわかんだよ。匂い。嗅覚ワンコじゃねえか。もしかしてこれここに置くのかな？お、ビンゴっぽいね。なるほどスイッチを押し続けないと扉が閉まっちゃうんだな。よしそれじゃさっさと行こう。なんで重り持ってきてんだバカ野郎。お土産にどうかなって。
私らの骨がお土産になっちまうだろうが、ええー、と次の重りはどこにあるんだろう。あ、扉の方にあるじゃん。それなら私が取ってくるぜ。ありがとうマリサ。いや協力されたなバーカ。あいつ自然にとも裏切りやがったぞ。あんなろ絶対捕まえて鎌倉送りにしてやる。それちょっと楽しそう。よし私がマリサ追いかけるから霊夢は扉を開けといてくれ。合戦承知だ。待てるわーん。おいちょっと待て銭形警部、さりげなく私を裏切ろうとしてんじゃねえ。おい今度はエレベーターがあるぞ。そんで上にスイッチがあるってことはだ、エレベーターをエクササイズさせればいいんだな。そうだぜ。いや待て何言ってんだ。はい上下の運動かけてーかけてー。やだこれ楽しい。おめえの頭をエクササイズしたろか。いでででで取れる取れる、すみませんでした。はよ木箱持ってこいバカども。あとはここに置いてっと。よしこらこれで開いたろ。じゃあ私先に失礼するよ。私も先通っちゃうねマリサ。オッケー私も行く。あ、待て木箱が変なところに。マリサー、わーい邪魔者消えたぞ。やったねやったね。その後もトラブルが発生しつつも、おいマリサ、彼女たちは仲良く協力してちゃっちゃっとステージを攻略するのであった。まとめてんだからきっと仲良くしろや。ほら天の声もお怒りじゃねえか。なんで天の声と話せてんだおめえ。お、今度はまた雰囲気がガラッと変わったね。見る限りアスレチックっぽいな。何それ楽しそう。マイクラで鍛えたアスレチック力を今こそ披露する時だね。そうかこの時のためのスカイブロックだったのか。伏線回収来たこれ。どんな伏線だっちゅうねん。あー、霊夢助けて。おいバカ野郎手を離しやがれ。ふざけんな。伏線回収失敗してんじゃねえか。ふえ疲れた。霊夢ちょっとアスレ下手すぎじゃない。そうだぜ私5分以上待ってたんだぞ。マリサが上手すぎんのよ。確かにマリサスラスラ言ってたよね。マリサなんてそんなにスムーズにいけるの。まあそうだぜ。あーなるほど。ほらそんなことより次はこっちだぞ。まあだアスレチック続くのかよ。ほらほらもうすぐだぜ。だからなんでもうついてるんだよ。まあそうだぜ。なんでも魔法で済ませんじゃねえぞ。なんて便利な言葉なのかしら。あーもういやー、どうもお待たせしました。お待たせされました。お、この洞窟を通っていけばいいのかな。探検探検。おめえらは潰しはしっかりやれよ。マイクラに毒されすぎ。マイクラより断然とハマりしそう。マイクラに興味なさすぎ。二人とも野生の明かりが落ちてたよ。明かりが用意されてるってことはもしかしてこの洞窟長いんじゃ。まあ霊夢の花があやどうにでもなんだろう。ごめん私の花金目のものにしか反応しねえや。おめえは金属探知機かっつーの。ここどこ。ほらなんか金目のものが落ちてるよ。なんだその四角いやつ。わかんないけど高く売れそうじゃない。さっきからそればっかだな。どんな極限生活送ってんだよ。あ、でも明かりにはなりそう。行って行って。またわけわからなくなった。あ、ここさっきランタンが落ちてたところだろ。マジ正規ルート来たんじゃない。ヨウムちゃんよかったね出られるよ。ウェルカム対応。やった、地上の光が見えたわよ。でも塞がれてるっぽいね。あれなんか手前に棒みたいなのない。ほんとだこれ何に使うんだろう。あーヘルプリー。何マリサどうしたの。何してんの。ちっくしょうこいつが私を離さねえんだ。素直に引っかかったって認めようよ。何これどういう状況。この子遊んでたら引っかかったみたいなの。面目ないぜ。それじゃヨウム一緒に引っ張ってくれ。オッケー。ぜひお手柔らかにお願いします。あーさっき拾ったこの棒でどうにかできないかな。さすがに厳しいんじゃないそれ。ダメだマリサ諦めて。そんな簡単にとも捨てるなよ。仕方ねえからチェックポイントまで戻って後で合流するぜ。そんなことできんならはよやれや。私たちの時間を返せ。余ってこの棒も引っかかっちゃったかも。マリサの次は木の棒かよ。仕方ないあの棒は諦めるわよヨウム。私の棒が。そんなの道端にたくさん落ちてるでしょう。で、これはどうやって抜けたらいいんだ。なんか棒でバーを曲げてみようって出てるけど。え、棒って何のこと言ってるんだ。これかな。うん絶対違うと思う。まさかとは思うけどさ。棒ってさっき引っかかったやつのこと言ってるんじゃ。抜けねえ。なーにやってんだお前ら。マリサちょうどいいところに。この棒が引っかかって取れないの。そんなの角度調整したら。ほら抜けた。棒取りの名人がいるんだけど。引っかかった同士で相性良かったんだ。葉っぱそんな褒めるなよ。そして無事に木の棒を使って脱出することに成功しました。地上だー。喜んでるところ悪いが野生のバンジーが落ちてるからやろうぜ。バンジーって道端に落ちてるもんなの。ここはバラエティ番組かっつーの。よしお前ら準備できたな。待って3人同時に飛ぶの。バンジーって一人乗りなの知ってる。いやー、これ私たち行けるか。大丈夫だ自分を信じろ。よし私も先行っちゃうね。行けたー。なるほど生き残る確率は半分と。霊夢頑張れお前ならいけるぜ。霊夢も私と一緒に楽になろうよ。天使と悪魔がいるんだけど。いけー。いやー、ウェルカーム。よいしょっと、着いたぞー。わーい、Rプース1万弱。子供か。そんなこんなで岩場を乗り越えて一番最上にある謎のお家まで到着しました。ここって何の家だ。人ん家だったらどうしよう。こんな山の頂上に家建てる人なんていねえだろ。いたとしたら仙人でしょ。ちげえねえ。めっちゃ住んでる感とねえすけど。最近の仙人パリキすぎ。どう見ても都内大学生の一人暮らしじゃねえか。仙人がこんなでけえテレビいらねえだろ。マリサも近えんぞ。よし来た私の魔法で運んでやる。こういう時だけ協力すんなよ。あっと足が滑った。バカ野郎そこまでやれとは言ってねえぞ。そうだよおめえらいい加減にしやがれ。人ん家のテレビの破片で殴ってくるんじゃねえよ。ヨウムが一番立ち悪いじゃねえか。そんな悪い泥棒にはお仕置きよ。いやー
さて新エリアに突入したところで今回は終わりましょうかね。さすがに私も疲れたよ。どっかのバニーマンよりはタクだけどな。まだシリーズ化するかわかんないけど高評価が多ければ続き出しますので、よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それじゃあ今回はここまで。次回もまた見てね。